それではお時間になりましたので開始させていただきます。本日は JICA 緒方研究所ナレッジフォーラムにご参加いただき誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます JICA 緒方研究所の益子と申します。よろしくお願いいたします。登壇者の皆様、カメラをオンにお願いいたします。それではこれより JICA 緒方研究所ナレッジフォーラム第11回アジアからアフリカに広がる日本の稲作技術を開催いたします。まずはじめに JICA 緒方研究所副所長の牧野浩二よりご挨拶申し上げます。はい、JICA 緒方研究所の牧野です。どうぞよろしくお願いします。今日は、長年アジアとアフリカの稲作の研究をされてきた、神戸大学特命教授の大塚啓二郎先生をお迎えして、JICA 緒方研究所ナレッジフォーラムを開催いたします。私自身、大塚先生にはかれこれ15年以上もお世話になっていて、農業開発、稲作、それから土地問題とかですね、産業開発、産業政策など幅広くご指導を賜っております。大塚先生、今日よろしくお願いいたします。始める前にちょっとだけ、ナレッジフォーラムの宣伝をさせてください。JICA 緒方研究所は開発協力、ODA に関して最新の情報を提供するとともに自由に議論できる場を提供するということを目的に、2019年、約2年前からナレッジフォーラムを開催しております。今日の大塚先生のによるフォーラムは第11回目になります。2020年からはコロナもありまして、オンラインでもっぱら開催をしております。オンラインのいいところは、気軽に手軽にですね、参加できるということなんですけれど、一方でやっぱりフェイストゥフェイスじゃないので、質問がしにくいとかですね、みんな見合ってしまって、なかなか質問が出ないとかっていう面もありますけれども、今日はですね、15分以上質疑応答の時間を取ってますので、ぜひ皆様からご質問、ご意見をいただければというふうに思います。フランクにぜひご参加ください。次に、今日のナレッジフォーラムの趣旨ですけれども、主役はもちろん大塚先生でございますが、大塚先生から日本からアジアへの稲作技術の拡大の歴史、それからアフリカにおける稲作の緑の革命についてご講演をいただきます。JICA は2008年からいわゆるカードですね、お米の生産を10年で2倍にするというアフリカ稲作振興のための共同体カードを進めて、10年間で米の生産量、つまり2008年から2018年、10年間で生産量を2倍にするという目標は達成いたしました。で、現在、フェーズ2を実施します。しかしながら10年間やってみて、いろんな課題っていうのがあるなということも分かっています。アフリカにおいて稲作の緑の革命を起こすには一体何が重要なのか、何が課題なんだ、で、JICA はどんなことに貢献するべきか、できるのかという大きな問いについて、今日は大塚先生を交えて議論を深めていただきたいと思っております。で、次に、登壇者、それからプログラムについて触れさせていただきますと、まず大塚先生の紹介でございます。グリップス教授などを歴任され、現在神戸大学社会システムイノベーションセンターの特命教授をお勤めていらっしゃいます。長年にわたって開発経済学、農業経済学の分野において精力的に研究活動を進められ、主にアジアとアフリカの農業と工業の発展戦略について国際的に大変評価の高い研究業績を持っていらっしゃいます。その大きな功績を表して、昨年秋には政府から瑞宝受功章という勲章を受章されました。先生からは勲章は2回目というふうに聞いております。先生には JICA が進めているカードにこれまでたくさんのご助言をいただいておりますし、研究所でもカードについての研究を2009年、10年以上にわたって続けておられます。今日はまず大塚先生にアジアからアフリカに広がる日本の稲作技術と題した基調講演をしていただきます。今日は
大塚先生、同じタイトルですね。今年1月にですね、天皇陛下に皇居でご進行されたというふうに聞いておりまして、今日我々はですね、天皇陛下にお話をされた内容とほぼ同様の内容をお話しいただけるという光栄だなというふうに思っております。それから大塚先生に続きまして、パネルディスカッションを行いますけれども、千葉大学名誉教授の菊池正夫先生と、それから坪井達志在会なさく上級アドバイザーをお招きして、パネルディスカッションを行います。モデレーターは、菊池先生のお弟子だと聞いておりますけれども、うちの研究所の藤江上級研究員に務めていただきます。菊池先生は千葉大学園芸学部長などを歴任されまして、日本そして世界の農業経済学の第一人者の一人でございます。JICA も非常にこうハードで、長年お世話になっています。ありがとうございます。坪井アドバイザー、坪井さんはですね、アフリカにおけるネリカ米普及の第一人者で、ミスターネリカと言われる業界の有名人ということで、後ほど坪井節が聞けるんではないかというふうに思っております。最後になりますけど、今日の流れはですね、大塚先生の基調講演を約30分いただきまして、続いてパネルディスカッションを約20分、最後に質疑応答を10分ほど取りますという流れでございます。では司会よろしくお願いいたします。牧野副所長、ありがとうございました。登壇者の皆様は、後でまた画面をオンにしていただきますので、一旦、画像をオフにお願いいたします。それでは神戸大学社会システムイノベーションセンター特命教授大塚圭次郎先生より、アジアからアフリカに広がる日本の稲作技術についてご講演をいただきます。大塚先生、よろしくお願いいたします。大塚でございます。どうもありがとうございます。ナレッジフォーラムでお話しできることを大変嬉しく思っています。牧野副所長からもありましたけど、同じテーマで今年の1月15日に天皇陛下にご進行いたしました。でご進行はですね、20分なんですね。で今日は30分それからパワーポイントなしなんです、なんちは。でこっちパワーポイントありですから、倍話ができるんじゃないかというふうに思っております。で、ここか、私がこの話したい一つの ストーリーはですね、稲作技術っていうのが長い時間をかけて旅をしてきたんですね。で戦前の日本があって、それが台湾に行って、台湾からフィリピン、日本からフィリピンもあったと思うんですけど、そこから他の東南アジア、南アジアで、どういうわけかこの南サブサハラアフリカ、SSA にしてますけど、まで行きそうで行かない、どうしたら行けるんだという話をさせていただきたいと思うんですね。第一次大戦後、食糧不足が日本で起きまして、台湾朝鮮、当時植民地だったんですけど、でそこで、蓬莱米の開発、蓬莱バラエティ、これ高収量品種だから、グリーンリボリューションのプロトタイプ原型みたいなものなんですね。それから丁寧な栽培、つまり集約的明治農法とここで言ってますけど、それも一緒に乗ってったと。でかれこれしているうちに1950年代60年代、アジアは食料不足に悩んでおりまして、でその時にそのロックフェラー財団とフォード財団がフィリピンに国際稲研究所、中水用入りですを設立したと。でそこでは日本人研究者が大活躍をして、そこではその背の低い台湾の品種と背の高いインドネシアの品種が交配されて、奇跡の米ミラクルライス IR8 が1966年に誕生したと。それからまたまださらに品種改良が続くんですが、それと同時にフィリピンから他の東南アジア、やがて南アジアで、当然アフリカに行く、サブサハラアフリカに行く、そこがもう一つ技術移転ができてない、どうしてなんだというのがテーマでございます。でこれは早見先生と菊池先生がお作りになった、私よりお二人の方がいろいろ詳しいんですが、
まあ、ハミ先生お亡くなりになってしまいましたけど、明治の初め日本2トンぐらいですね、今のアフリカと大体同じですね。それでそこから、まあ、西日本に進んだ技術があって、それが東の方に進んでいって、まあ、それと同時に収量が伸びて、まあ、3トンまでいったと。そこ止まっちゃったんですね。でそこで食料不足が起きて、いわゆる米騒動ですね、米国商が襲われるというようなことが起こって、で困った政府はですね、それでは台湾と韓国で米を増産しようということになって、で台湾は見事にこれ、まあ、韓国も少し遅れて伸びるんですけど、台湾はもうすぐにこう伸びていったんですね。でその60、70年前ですから、1950年代、60年代のアジアではまあ何が起こっていたかということなんですけど、まあ、人口爆発ですね。年率 2.6% ぐらいだったと思いますけど、それはすごい高い数字で、各家庭に子供が6、7人いる感じですね。それは人口爆発で、向かいの高地はもちろんアジアにはなかったわけで、で生産性も伸びなかったので、もうこれアジアはもう大変なことになると。で ちょっとお見せしますけど、インドでも干ばつが66年にもあったのかな、まあ、150万人ぐらい死んだと言われたんですけど、あ、これはやっぱりダメだとみんな思ってたんですね。で多分バタバタ人が死ぬだろうと。でそういう時にですね、ライシャワ駐日大使というのがおられて、まあ、個人的には存じ上げませんけど、左側が英語で右側が日本語になってる受験用の勉強しておりまして、でそのライシャワ先生の大使の文章を私読んでたんですね。そうしましたら、これ大変なことだと、アジアの食料問題って大変なことなんだと、ぜひその日本の若者はこの非常に困難な大事な問題に立ち向かってほしいという、正確なちょっと表現は覚えてませんけど、そういう趣旨のメッセージを残されたんですね。お、じゃあやってやろうかというので、私1967年もだいぶ前ですね、北大の農学部に今入学したわけです。でこれは指数になってるんですけど、まあ、特にこの灰色の人口とは見えにくいんですが、まあ、人口ってずっとこう順調に伸びていく。でここ の青ですね、青は生産なんです。ここはやっぱがっくり下がってる。これが先ほど申し上げた西ベンガル、ウェストベンガルのあたり の不作で、人が死ぬというようなことが起こって、これは大変だと。で大変だ大変だって言ってるうちに、しかしグリーンリベレーションが起こって、私博士号を取った79年後になると、この青の線が灰色の線の上行ってる、つまり食料に余裕がまあ出てきたということなんですね。ですから緑革命が食料問題を解決したと。ですから日本から台湾に技術が渡り、まあ、台湾からあるいは日本からも行ったと思いますけれども、熱帯間に稲作技術が移転されて、いわゆる緑の革命が起こったと。で、1970年頃からですね、食料生産の増大が人口の増大を生まれるようになったと。つまり食料問題はほぼ解決したと。で緑の革命というのは人類の歴史において一番大事なリボリューションというのは産業革命だと思いますけれども、その次に重要な革命だったと思います。でそれに対して日本人はもう絶大な貢献をしたんですね。当時日本が稲作の超先進国でしたから。ところがそれは日本でほとんど残念ながら知られていない、日本人が本当に誇るべき大変な偉業だったと思うんですけれども、これについては私よりも先生の方がご存じかもしれませんが、なんか緑の革命はつまらんもんだと、肥料ばっか使って農民は貧乏になっちゃうとかですね。私もこのジャイカとお話があったときに、外務省の高官の方にですね、大塚先生、あの評判の悪い緑の革命はアフリカでおやりになろうというのですかと言われたことがある。あ、この人ダメだなと思ったんですけど、まあ、そういう状況があったんですね。それで、で緑の革命っていうのは1960年以降、背が低くて茎が太くて、これが背が低くて茎が太いとですね、肥料をやった時に穂が重くなるんですね。重くなるけれども、まあ、倒れることはない。ですから背が低くて茎が太いと、こう肥料官能的で高収量品種なんですね。でそれが開発されて普及したことを緑の革命と言います。もう少し後で丁寧にやりますけど、
でその後、まあ、病虫害抵抗性その他が加わってもっといい品種になってた。それから、まあ、稲の品種トウモロコシは多少違うんですけど、まあ、自家採取できるんですね。だから簡単に模倣できちゃう。だからあの種屋さんの商売にはならないんですね。いい種ができたとしてそれを農家に売ったとしてもその農家の人がそれ作って売っちゃうとですね、あの結局農家あの会社の方は儲からなくなっちゃう。だからこれは 民間企業の採算に合わないんですね。でしかもですね、改良品種は国の国境をまたいで多くの国で効果を発揮すると。例えば IR の51っていうのはローアモッシで非常に高収量を上げていると思いますけど、それはフィリピンで作ったんだけれどもアフリカでも十分に役に立つということ。ですからその広い地域のことを利益を考えるような組織が必要と。これはどなたが考えたのか私まだによく分かんないですが、大変な慧眼ですね。これ大変素晴らしいことだと思います。で、化学肥料っていうのは、まあ、我々が食事するのと同じなもんですから、肥料をやらなければ収量は上がらない。で化学肥料っていうのは不可欠だと。そのためグリーンリボリューションは品種と肥料の革命、シードファーティライザーリボリューションって言葉があるんですけど、あの今でも世銀の専門家たちはこれを信じてると思います。これが実は大問題なんですね。これがあるから私はアフリカで失敗してるというふうに思ってます。まあ、それをお話 あのもう少し詳しいことはだんだんあのお話したいと思います。まあ、これは今ほとんど申し上げたようなことなんで、あの IR8 の2番目のところですけど、 IR8、まあ、ミラクルライスですね、奇跡の米の片親に台湾 あの背の低い品種が使われたんですね。でこれは日本人の研究者もうたくさんあの台湾に行って大活躍されたので、まあ、彼らが作ったに違いないんですけど、残念ながら証拠はないんですね。で小麦の場合は似たような話がありまして、あの背の低い遺伝子というのは日本にしかなくてですね、世界中の高収量品種というのはアメリカにしろアルゼンチンにしろ、あのおそらくウクライナにしろ、みんなあの日本の農林店ないしその前の赤サビとダルマッツかなの血が入ってるはずなんですね。でそれで、まあ、これがあの A でありまして、左側の背の高いこれが、まあ、1960年代までアジアで栽培されたような在来種で、これは IR8 で背が低いんですね。まあ、70センチ80センチ、このあのあの、なんだあの測るやつがあるので見てみますと、まあ、80センチぐらいですかね。でこのペタの方はもうそれ超えちゃって130センチ140センチで、風が吹いたり穂が重くなったりすると、まあ、倒れてしまうという在来種の場合には欠点があった。でこれはあの改良品種、まあ、モダンバラエティって言葉を一番使う、近代品種って言葉を使うんですけど、まあ、それの普及率さすがにあのいくつかの、まあ、いろんな国があるので、うん、たくさん出せないんですけど、まあ、フィリピンで高収量品種モダンバラエティはあの開発されたので、まあ、フィリピンでの普及は早かったですね。私この頃フィリピンで研究したんですけど、もう在来種なんて本当になかったですね。山奥にでも行かない限りなかった。でベトナムはですね、やっぱベトナム戦争75年までやってましたんで、スタートは遅れたんですけど、やっぱりその後の普及率はすごかったですね。もしベトナム戦争なければフィリピンのすぐ横で行ったと思います。でフィリピンで作ったあの品種をそのままバングラに持っていくわけにいかなかったんで、いろいろ適応研究があったんだと思うんですね。だからですから少し時差を置いてあのバングラデシュでも近代品種の普及率が、まあ、8% ぐらいまで行ったということですね。それでこれはその単種というやつで、フィリピンは割とこうダメなんですよね。ダメっていうのはこれ、まあ、私の理解では台風の影響が強いんだろうと思います。でもこれ 1.2 トンぐらいだったのが4トンまで行きましたもんね。これはやっぱり革命的変化で、まあ、バングラデシュもですね、本当に貧困な、もう米も食べれるか食べれないかと思ってたのに、やっぱり相当これやっぱ 1.5、6トンぐらいから5トン近くまでこう伸びたわけですね。でベトナムに至ってはもっとすごい激しく成長いたしました。でこれ世界全体の生産量、米の生産量とリスベーカーを出してるんですけど、まあ、世界の米の生産量の9割がアジアですから、大体まあアジアの動きなんですけど、
ですけど、まあ、これでずっと生産が伸びてるのは緑の革命がのおかげですね。でこれは実質米価なんですけど、まあ、米についてはなんかその、間違った投機っていうのがたまに発生しまして、1974年とか2008年なんですけど、そういうところにこう尖ったものが出ちゃうんです。まあ、そういうのをちょっと慣らして考えますと、トレンドとしては実質米価っていうのは2分の1から3分の1まで下がったんですね。でこれは結局では誰が得したかっていうと、これグリーンリボリューションの最大の受益者ってのは実は消費者なんですね。農業っていうのは、まあ、気の毒な産業でありまして、例えばキャベツがたくさんできるとすごい暴落しちゃうんですね、値段が。で農家は困っちゃうんで、たまにニュースでやりますけど、農協が指導してですね、キャベツ捨ててんですよね。もったいないなと思うけど、農家にとってはそれをもって値段が価格が維持できるので、実は農家にとってはあれは正解、消費者にとっては不正解ですけど、それからこの犠牲者はですね、新しい技術が入らなかったような、まあ、そういう地域もアジアにもありましたし、まあ、アフリカ 全域ですね、この人たちはもう犠牲者でしたね。だいたいアジアが成功したらアフリカは泣くんですよ。アジアが成功してアジアは良かったんですけど、アフリカの米生産者はメーカーがガッと下がってるんだけど、技術は全然変わらないわけですから、まあ、米を一生懸命作るという気もなくなっていただろうと思います。それでアフリカではじゃあ何が起こってんだっていうと、まあ、割と最近のことですけど、やっぱり人口爆発ですね。で向かいの高地、まあライオンとかゾウがのそのそ歩いてる写真がありますけど、あれは本当にサファリだけの話でありまして、今はもう未開の高地は本当に少なくなって、ですから、まあ、この状況が続けばですね、食料不足という悲惨な結果を招きかけないかね。特に私が心配しておりますのは、アジア農業が不振になるんじゃないかと。まあ、日本農業は実は最低の農業でありまして、非常にもう賃金高いのにちまちまとした手間のかかる農業をやってまして、もし中国が、もしインドが、もしインドネシアが日本の後を追うようなことをすれば、これはアジア中がその米の大輸入国地域になって米価が上がって、で世界中の貧困者が困る、そういう事態が私は来る可能性が実は高いと思ってます。そういうことを、そういう可能性も考えて、やっぱりアフリカは自前で生産を増やす必要があると思います。 で、まあ、ですから、まあ、人口爆発その他半世紀以上前にアジアで起こってたこと、まあ、それと同じようなことがアフリカで起こってるんですけども、謎はですね、なかなか緑の革命が、まあ、起こってないとは言わないけど、非常に広い地域にわたって起こっているとはとても言えない。なんでうまくいかないんだというのが、まあ、大きな謎ですね。で日本でも最近 SDG サステナブルディベロップメントゴールズをよく話題になるんですけど、まあ、地球環境を随分気にしてるんですが、第一の目標はですね、 SDG の第一の目標は貧困削減なんですね。第二の目標は飢餓の撲滅なんですね。これをやるためにはどうしてもアフリカでですね、まあ、米とは限りませんけど、食料の生産を増やさなきゃいかんと。でなぜそのじゃあ、ごめんなさい、これでいいのかな、ごめんなさい、あれ、これでいいのかな、あ、これか、これ、あ、すみません、いいですね、ごめんなさい。これ、先ほどのアジアと同じなのでありまして、青が、それ灰色が人口なんですね。緑が生産量になっていると。そうすると、結構いい勝負していて、ちょっとこう、人口の方が生産を、まあ、これ、穀類だけなんで、向こう、芋とかもあるんですけど、少しこう、これはやっぱり食料不足だったんですね。まあ、グッドニュースはですね、最近、生産結構上がってきまして、その背後には単収が多少上がって、まあ、人口に追いついてきたと。ただ干ばつが2年続くとか、そういうことがあればやっぱり大変なことになる状況だと思います。それで私はその水稲がですね、アフリカで最も有望な作物であると
思ってます。いや、最初の理由はですね、この赤で書いてますように、アジアの栽培技術というのはそのまま移転できる。トウモロコシの種があってインドで非常にうまくいってるからといって、それをケニアに持ってっても多分ダメなんですね。地域特性が強いんです。米の方がはるかにそれがなくてですね、インターナショナルなテクノロジートランスファー、技術移転の可能性が高いということですね。他2番目は手つかずの湿地がまだまだあると思います。それから、まあ、特に考えがあるとですけど、一番米の生産に向いてるのは暑くてですね、乾燥しているところなんですね、まあ、砂漠みたいなところですね。そこに水がある。そうするともう暑くて乾きちゃって虫も生きてられないっていう状況で、まあ、それ一番典型的なのはエジプトで、エジプトが一番収量が高いんですね。でアフリカの人々はお米が大好きなんですよね。本当に好きだと思います。まあ、確かにトウモロコシのこのエリアだいぶうまいと私も思いますけど、で今はだいたい消費量の3分の1をアジアから輸入していると。しかしこれはラッキー、これは大問題だって考えた方もいるんですけど、まあ、今は安いですからね、これ輸入できているうちは幸せで、私はこんなアジアから安い米をいつまでも輸入できるとは思ってません。先ほど申し上げたように中国とかインドとかの生産が下がってくれば、アジアから安い米はアジアには安い米はなくなるはずです。それでなんでじゃあうまくいってないんだと、研究機関がダメなんじゃないかとかですね、化学肥料の投入が少ないとかですね、それから農民が肥料を買おうと思ってお金を借りようとしてもなかなかそういうクレジットマーケットが動いてないとか、まあ、考えが少ないとか、機械化が進んでないと。確かにこれはですね、アジアで緑の革命が起こった1970年代っていうのは、まあ、水牛が活躍したんですよね。でそれが我々言うハンドトラクターパワーティラーに変わった時、収量はほとんど変わってないんですね。でアフリカはしかしながらこの牛がいないんですね。スリーピングシックネスがあるものですから、それは確かに気の毒ですね。それから普及システムが機能していない。でしかし、では次も一つ言えば、基本的な栽培技術が採用されていない。まあ、丁寧に耕すとか、あぜを作るとかですね、金平化といいまして、水田を平らにするとか、まっすぐ田植えをするとか、丁寧に除草するとか、いいタイミングで収穫するとか、アジアではですね、水田とは何かというと、あぜのある高地のことなんですけど、アフリカにはあぜのない水田はどれくらいあるんでしょうね。2割はそこらはあると思いますけど、そういう水田があるんですね。これは私、今日討論者になっていただいている坪井さん、それから今もあれ富高さんはタンザニアにおられるのかな、もういらないですか。稲作技術の本当に尊敬すべき、私尊敬しておりますけど、まあ、お二人からプンと受けまして、7万なんだと、基本的栽培技術がダメだからダメなんだ、いやそれをじゃあ証明しようということを考えたんですね。で、どこで言うかな、もうちょっと先に言いますか、確かにこれは灌漑比率なんですけど、確かにアフリカは低いですね。これ農業全体なんで、米だけに限ると 15% ぐらいあるんじゃないかと思います。でこれは農村人口1人当たりの耕地面積なんですけど、そのアジアに比べれば、熱帯アジアなんですけど、これ、サブサハラアフリカはずっと高かった、たくさん土地が、1人当たりたくさん土地があったんですけど、どんどん下がってきまして、今の状況っていうのは、1960年代のアジアとも同じなんですね。ですからもうそんな粗放な農業をやってる余裕はとてもないということですね。でこれは、私が取ったんじゃなくて、こちらのJICAからいただいたんですが、これはロワモシですよね。これやっぱりこれ背が低いんですよ、品種。ですから高収量品種が見事に、ですからアジアの高収量品種を持ってきて、多分格安のような、あるいは格安じゃなくてそのまま使った IR51 だったかな。ようなケースもあると思いますけど、それが見事に育ってる。ここだと何トンぐらい取れてますかね。7トンぐらい取れてるんじゃないか。
行ってないですか。5、6トン行ってますよね。アジアの平均が 4.2 トンぐらいですから、5、6トン取れてるって大変なことです。これ味のない田んぼがあるって先ほど申し上げた、これなんかそうなんですね。これタンザニアなんですけど、ザダッピロって。それで、これはまあ、ほっとしますね。味がありますね。で、これなんかはちょっと、どうなってんだと思うんですけど、巨大な味がこれはだから、水田知らないヨーロッパ人が教えたんじゃないかなと私は疑ってるんですけど、いや、正しいかどうかわかりません。これはモザンビークでありまして、ここなんか見ますとね、草っぱらなのか水田なのか分かんないですね。まあ、在来種が終わっててほとんど除草なんかになってないですし、まあ、モザンビークはアフリカの中でも最低の方でヘクタールあたり1トンぐらいですね。日本でいうと平安時代かなんかに相当するんじゃないですか。いや平安時代って全くいい加減ですけど。でこれはまあ金平、上の方は金平化ですね。金平化するとこれはずっときれいになると。でこれはまあ正常へまっすぐトランスプラ対応した後ですね。ちょっとさっき言わなかったですけど、あぜがないとですね、水がたまらない、もちろんそうですね。そうすると雑草が増えちゃうんですね。なんで田んぼに水があるかっていうと、あれ雑草を殺してるんですね。それでこれも私のお気に入りの写真なんですけど、この人、この女性、ナイフで収穫してるんですよね。まあ昔インドネシアなんかでもアニアニナイフなんていうのがあって、ナイフで収穫してるんですけど、どうしそうかっていうと、このプラントごとにですね、あるプラントはもうまさにこう熟してるし、あるプラントは熟してないので、下から普通カマみたいなのがあるわけですけど、それがまあできない。でこれでこうセレクティブに収穫しまして、多分来週ぐらいにまた戻ってきてちょこちょこちょこで、その原因は何かといえば、一つは金平化してない、金平化してないので、プラントによって生育スピードが違うと。それから あるいは品種が混じってるというのもあるかもしれません。それで、まあ、悪いニュースばっかりだったんですが、いやそうでもないんですね。まあ、これまた私のお気に入りなんですが、インドとですね、まあ、今これ熱帯アジアでも別にいいんですけど、まあ、インドの方が比較的アグロクライメットというか風土が似てるかなと思って、でもインドでなくてもいいんです、どっかのアジアでもいいんですけど、これはサブサハラアフリカの平均単種 でサブサハラアフリカの中の単種のトップ5、1961年から19年かな、2019年までの平均を取って順番を並べて、でトップの5も取ったんです。そうすると、まあ、いずれにせよ1960年代っていうのは、まあ、多少インドの方が上でしたけども、そんなにギャップがあったわけじゃない、単種のギャップがあったわけじゃないんですけど、インドはその後ガーッと伸びた。でアフリカはずっとこう停滞しておりまして、しかしながらですね、これやっぱりこれはジャイカの貢献も多少ともあったんじゃないかと私は思いますけど、2000年を過ぎたあたりから少しずつこう伸びてきまして、 1.6 トンぐらいだったのが 2.2 トンぐらいまで来てるんですよね。5割増しですよね。でこれもなかなか大したものだと思うんですけど、もっと大したものこのトップ5でありまして、最初は全然良くなかったんですが、この辺からガーッとこう伸びてきまして、インドに追いつく勢い、まあ、インドに追いつく勢いっていうことは、まあ、取りも直さずですね、グリーンリボリューションが、緑の革命が少なくともこの5つの国では起こっていると。で、まあ、これ今申し上げたことなので、時間も何時までしたっけ私大丈夫ですね。じゃあはい、そうですね、少なくともトップ5の国、あるいは他の国々の中でも、まあ、ポケットといいますか、小さな地域について、場所でグリーンリボリューションが起こっているという場所は結構あるんですね。で、それを、まあ、証明するために、この、まあ、英語で書いてあるのは、稲作を振興ですかね、のための研究を、JICA に支援して、まあ、JICA と一緒にやってるというか、支援していただきまして、
ちょっとここ少し間違えたかな。モザンビーク、タンザニア、ウガンダ、ちょっとやったら違うかもしれない。コートジボワールですね。でですね、栽培技術に関するランダム化比較試験というのをやった。これ今、経済学で、流行ってまして、例えば200個の農家があると。それをランダムに A 組と B 組に分ける。ランダムというのは大事です。ランダムに分けますと、大体平均的な特徴同じなんですね。農家の背の高さも同じだろうし、教育水準も調べると同じ。大体何でも、要するに双子を作るわけですね。で、A 組だけ何かをしてあげる。まあ、この場合は、A 組だけ栽培技術を指導する。で、そこで生産性に差が出れば、それは栽培技術の指導のたまものだろうと。まあ栽培技術、研修を受けた人が受けた人に教えたりするので、ちょっと不正確なところが出てくるんですけど、それからタンザニアで JICA の技術普及プログラム、ウガンダも実はそうですね、これ、RCC じゃなくて、ランダム化じゃなくて、普通の JICA のプログラムも評価したのがあります。からケニアでは精米の質が上がると、どうやったら上がるかって話、それから機械化の効果、それから考え、もう研究をしている。で、まあ、時間がありませんので、これちょっと見にくいんで申し上げますが、これやっぱ面白いんですね。これ、JICA の得意なやり方でありまして、キーファーマーというのを選んで、まあ、有望そうな農家ですね。有望そうな農家を選んで、で、3日間でしたかね、かなり丁寧にトレーニングするんです、するんですね。で、で、彼らにはですね、5人、1人当たり5人、仲間を選んで、これインターミディアリファーマーだったから、に教えなさいと。で、このインターミディアリファーマーは、その他の農民に教えると。で、これ、監修を見ていただきたいんですが、この研修の前の年は、まあ、3トン。ほかは 2.5 トンですから、やっぱりこの連中、優秀な人たちなんですね。指導的農民、まあ、キーファーマーって言われて。それが指導を受けると 4.4 トン、4.8 トン。それから 5.3 トン、最後4点に下がるんですが、この一番下の行を見ていただくと、この最後の年はですね、干ばつの年なんで、もし雨が普通に降ってくれてれば、多分5トン取れてるんですね。で、じゃあ、その他の農家はどうなってるかというと、2.5 トン、まあ、2.5 トン、少しずつ上がって4.6トン、これもし天気が良ければ、もしかしたら5トンだったかもしれない。ですから、このそのインターミディアリファーマーはキーファーマーがちゃんと教わったんですね。で、それを見ていたその他の農家、最初はこんなだったんですけど、ずっとやっぱ上がってきてですね、そうですね、ですから、なかなかこの JICA のやり方というのは素晴らしいやり方だと思うんですが、少数の指導的の農家を教えると、その知識がだん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 他の農家にも流れていく。でその背後にはですね、化学肥料の投入とか、金平化の採用率とか、正常植えの採用率とか、そういうこと、そういうのが、まあ、もちろんキーファーマーがまず良くなるんですけど、その後仲介的農民も真似をしますから、だんだんその優れた技術を入れ込むようになって、でそれを見ていたその他の農民もだんだん良くなってくると。でこれ最後のパワーポイントなんですけど、ついにですね、アフリカでも緑の革命が私は起ころうとしているんだと思います。JICA が先ほどから話が出ているカードですね、これを2008年から立ち上げて強力に推進しているというのは非常に大きいと思います。これは本当に評価すべきことだと思います。で、我々の研究グループは何をしているかというと、特に坪井さんの教えがありますので、栽培技術研修の実施をすることがいかに大事かということをのところで研究をいたしました。で、今私が考えていることはですね、緑の革命を実現するには栽培技術が重要であると、これ思ってる人ほとんどいないんですよ。アフリカの人なんか全然思ってないですよ。で、カードでもちゃんとして、ちゃんとそれを大事なメッセージを私伝えているようには私は思えない。だから今のカードの2回目のカードの、米生産倍増大丈夫かなと、栽培技術が重要だってのを教え込んで、アフリカ人がその気になれば私は可能だというふうに思って、でそんなことはもう分かってるよって坪井さんから怒られそうなんですけど、分かってることと多くの人々に分かってもらうっていうことは全く違うんだと思うんですね。で、経済学者っていうのはデータを集めて分析して、
栽培技術の重要性を何人にも分かるように、そして特にですね、アフリカのリーダーたち、政治家あるいは役人ですかね、官僚でしょうか、それから援助の専門家、特に世銀 FAO、まあ、私の友達のデイビッド・ダウさん、今聞いてくれてるのかもしれませんけど、もっと理解してほしいんですね、アフリカ会議。それから農業経済学の人たちもですね、相変わらず未来の革命イコールシードファイターザリボリューション、そう書いてる論文が非常に著名な農業経済学者が書いてる論文、最近でもあるんですね。でこれを、このマインドセットをですね、なんとかして変えてあげたいと。で今年はいろんなイベントもございまして、チャンスだというふうに思っております。どうもご清聴ありがとうございました。大塚先生、ご講演ありがとうございました。それではここからトークセッションに入ります。登壇者の皆様、ビデオを開始にしていただくようにお願いいたします。大塚先生に加えて、千葉大学名誉教授菊池正夫先生、 JICA 稲作上級技術アドバイザー坪井達志さんにもご参加いただきます。モデレーターは JICA 尾形研究所上席研究員藤井仁氏が務めます。トークセッションを聞きながら質問がある方は Zoom の Q&A ボタンを押して質問を入力ください。それではよろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いいたします。モデレーターを務めさせていただきます、尾形研究所の藤井と申します。よろしくお願いいたします。私自身はJICA に入って20年ちょっとですけども、ウガンダとザンビアにですね、合計10年弱赴任をしておりまして、その間ずっと稲作に関わらせていただきました。また菊池先生の下でアフリカの緑の革命をテーマにした博士論文も書かせていただいておりますので、まあ、最も私の関心のある一人として参加させていただいています。でもうこのオールスターの面々の前に著しく薬不足であることは自覚はしておりますが、お付き合いいただければと思います。では早速セッションに入っていきたいと思いますけども、まず最初はですね、大塚先生の講義の中でも最後に非常にこう強く強調されていた栽培技術についてですね、坪井さんのお話を聞きたいというふうに考えております。で坪井アドバイザーはですね、もうアジア、まあ、フィリピンでの青年会や協力隊を皮切りにアジアで長年技術普及に携われていらっしゃいますし、さらに近年というかですね、もう30年ぐらいですかね、アフリカ、コートジボワール、ガーナ、そしてウガンダにも10年ぐらいいらっしゃいましたし、ウガンダを拠点にしてサブサハラアフリカ各国で技術普及をされてきました。その後経験からですね、大塚先生のその技術が重要という部分に関して、どのように思われるかというところですね、コメントをいただければと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱりアフリカでそのなかなか稲作技術がこう適正な技術が定着しない一つの大きな原因は、やっぱりアフリカはその稲がその主要な作物でないということですね。まだやっぱり農家にとってはトウモロコシとか、まあ、キャッサバとか芋類、それがまずやっぱりその栽培する上での優先順位が高いんですよね。で、まあ雨季が来た時に農家何を始めるかっていうと、まあやっぱりトウモロコシ植えて、やっぱりどうしても稲作ってまだその主要作物でないんで、まあそんなに一生懸命作んなくてもいいのかなっていうのも一つあると思うんですよね。まあ、それがやっぱりその東南アジアで緑の革命うまくいったっていうのは、僕もまあアジアで12年やりましたけど、まあ農家から教えてもらうこといっぱいあったわけですよね、稲作に関しては。でそれがやっぱりアフリカではやっぱり初めてこれから稲作やるっていう農家にこうどう教えていくかっていうね、そこのところでやっぱりいろいろなこと出てきて、まあ僕その陸東のネリカを随分やったんですけども、まあ、低湿地においてはまずやっぱり陸稲から入っていくのかなっていうね、スライドの一番をちょっとお願いします。まあやっぱりその水稲作って結構手間かかるっていうか、
まず田んぼを作んなきゃいけないわけですよね。まあ、低湿地の活用をするときに、まあ、水稲栽培するためにはまず田んぼ作んなきゃいけないと。それから今度苗を作って、まあ縄代作りから種まきして、それから今度苗取りして田植えというふうに、まあ作業はやっぱりちょっと複雑というか、まあやっぱり経験が必要なんですよね。それでまあ時間もかかっちゃうということで、陸稲栽培だととりあえず低湿地でまあ耕して、まあ再度して種まきして土かぶして、まあ低湿地の場合にはそんなに雨が降らなくても、まあ、ある程度できるという、まあ、そういうような状況なんで、まあ、やっぱり最初は陸稲をまず低湿地に植えてみて、ここ田んぼになりそうだなっていうところは、まあ、水田作るのを教えてあげるっていうかな。そして、まあ、それから今度水稲に移っていくのがいいのかなっていうふうにね感じています。まあそれとね、その稲作、あもうスライド結構です。まあ稲ってね意外と丈夫でいい加減に作って、まあその大塚先生の資料にあったように、その2トン程度はねいい加減に栽培してもできるんですよね。でそれがやっぱり、まあその主要作物でないから2トン取れればまあいいかっていうところもあって、でそのすごいその高収量の稲を見たことがない農家っていうのはもうそれで満足している状況があるんで、なかなかこう、うん、適正栽培ね、に持っていけないのかなっていう気がしますよね。まあ、やっぱり低収の原因の一つの大きな原因はその、深植えっていうか深く田植えをしてしまう。スライドの2番お願いします。出ないかな。要するにね、農家はその苗が古くなってしまって背が高くなっちゃうんで、その植える田植えをするときにね深く植えないと立たないっていうね、そういう状況が、まあ、出てくるわけですよね。でその、まあ、背が高くなっちゃう原因はどうしてかっていうと、縄代に長く大きすぎるっていうね。でやっぱりその若い苗を植えないとかね、まあ、そういうところで、やっぱりねその辺のところをやっぱりしっかり教えてあげるっていうことが大事かなと思いますけどね。この写真ですね、この左側の写真、これね、布岡が病気が出たっつって僕が見に行って、あこれ病気じゃなくて深く植えてあるなと思って引っこ抜いてみると、もう20センチぐらい深く田植えしてるんですね。やっぱり深く田植えをしちゃうとね、本当に収量が上がらない。次のスライドお願いします。あ、次、3番目。はい。こういうふうに、これ3センチとかね、3センチから4センチとか、だんだん深く なると同じ時に田植えしてもこんだけ生育が違っちゃいます、ね、でやっぱりその低収の原因の一番大きいのは僕これだと思ってるんですよね。この深く田植えをしてしまうっていう簡単なことなんですよね。はい、次のスライドお願いします。これはですね、苗のその病例っていうんですかね、3週間の苗と、まあ、1週間遅れ、5週間、6週間、7週間で収量がこう下がってしまいます。3週間のやつを植えるとほぼ6トン取れるんですけども、はい、次のスライドお願いします。こういうふうに回帰分析しますとね、直線になるんですね。回帰直線でかけて、これ、y イコールマイナス 515.2x って言って、x がこれ1週間なんで、要するに、1週間で515キロ減るんですね。マイナスになってますから。ということは1日遅れること75キロ収量が減るっていうね。まあ、こういう実験結果、僕がやった実験出てきてるんですね。だから、こういうことを考えると、やっぱり、
その収量を上げるためにはちゃんとその3週間の苗を田植えしてっていうね、そういうようなことが農家に必要かな、農家に教える必要があるということですよね。まあやっぱり大塚先生言われたように、やっぱりね、農家の研修と普及員の研修ね、やっぱり初めて稲作する農家って全くわからないし、適当にやっても少し取れるんで、あ、こんなもんかと思っちゃうんですね。うん、まあそういうところが、あのアジアからそのアフリカに、まあ、稲作をこう、まあ、移転して指導する難しさがあるのかなというふうに思います。まあこんなとこですけど。はい、あのアドバイザーありがとうございます。はい、いただいたコメントに関してですね、特にアフリカでは稲はワンオブゼンの作物であって、まあ、技術的にはこう今具体的にこうまさに現場から現場の経験でご紹介いただいたこう解決策はあるにしても、でも農家がどうやってこうそこに対するモチベーションというか改善しようと思うかっていうところにはやっぱり課題があるというようなコメントもありましたけれども、これについて大塚先生いかがでしょうか。いや、坪井さんは私の師匠ですから立てつくようなことは何もないんですけど、ちょっと時間配分間違えて、あるいは書いてなかったんですけど、私アジアで1960年代のアジアを知ってる方何人かに私聞いたんですね。当時グリーンリボリューションが起こる前のアジアの水田ってどんなんだったんだと。アジアは絶対あったと。金平化、まあしてたかなと。まっすぐ田植えしてたかと、それはしてないと。しかしまあ平らであぜぐらいはあったと。そこに種と肥料がやってきて、まあ、うまくいった。で、坪井さんは言われた通り、その確かに経験がないので、またそこが管理だから、まあ、まあしょうがない、研修でこれを補うしかないだろうと思うんですね。それからすごい水田をアフリカ人見たことがない、これも私坪井さんに強く言われまして、で日本に帰ってきた後ジャイカに来てお願いをして、アフリカ、今もう終わっちゃいましたかね、アフリカの普及員をイリに連れてきてシーズンロングのトレーニングする、それはまたイリ側に私頼んだんですけど、まだやってますか。あれは思えば坪井さんのおっしゃったことをフォローしたんだなというふうに思いました。だからもう一つ、そのネリカをまずやって、やがて水筒に行くのがいいやり方だぞと今おっしゃったんですけど、もしね、そういうケースがあるんだったら、我々も実証研究してみたいですね、と思いました。非常に面白い仮説だというふうに思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。まだまだいろいろ深めていきたいところではありますけど、すみません、ちょっと時間がなくてですね、次の、テーマに移りたいと思います。次はですね、ちょっと、なんていうんですね、視点を変えてですね、今大塚先生の話の中でもアジアの緑の革命という話もありましたけども、まあ、アジアの緑の革命が何だったのかというところをまず菊池先生にもコメントをいただきたいというところとですね、あともう一つまあ、アフリカの農業の特徴にやはり考えがなかなかこう普及してないという点があると思ってます。考え率 のデータもお出しいただきましたけども、そういった中で気候変動が今注目されていますけども、やっぱりこう非常にこう気候が不安定になっているという状況はアフリカでも観察されていてですね、私ザンビアに6年いましたけども、例年通りっていうのは1回しかなかったんですね。あとはもう干ばつか洪水かというような状況でしたけども、まあ、そういった中でやはり考えっていうものも無視できない、考えなくてもアフリカ農家はなんとかやっていけるというのはちょっと厳しいのかなという気もしていてですね、その考え開発に関してですね、どのようなこうご意見をお持ちかというところを、この2点についてですね、コメントいただければと思います。よろしくお願いします。でございます。2点、まず最初にアジアの緑の革命もこれ大塚先生のご説明で十分に分かるところなんですけれどもね、僕なんかにしてみるともっとショックなんですよね。衝撃的な効果を与えて、それをね見るのに一番いいのはこれかなと思って、ちょっとね昨日の晩データを整理してみて見たんです。戦前ね、戦前から僕は昭和19年生まれ、1944年生まれで、
戦後の食料なんで非常に外米壊された世代なんですよね。で戦前から戦後にかけての外米って日本で通用してたのはバンコク米、サイゴン米、ラングン米ってこの3種類だった、ね、3種類しかなかったですよ。でこの中でランクン前はビルマですけれど、今ミャンマーここもダメになっちゃってますけどね、バンコク前もサイゴン前も今サイゴンとこれ積み出し港ですけどね、 これは非常に多くなってますね。でこれがね、僕大塚君と同窓でございまして、彼よりも4、5年前に北海道大学の農学部に行って、私1964年に農学部の講義こういうことを聞いたのを覚えてるんですね。アジアの、ね、お米って、ね、全然動かないんだよね。それぞれのみんな国で食ってるからね。まあせいぜい輸出できる国がいてタイ、そこと たかだか年間100万トンあるいは200万トンまでは絶対いかないよっていう抗議を受けた。今ねどのくらい出してるか皆さんご承知ですか？800万トンですね、年間。でベトナムが頑張りました。ベトナム戦争終わってから500万トン出してます。でまあフィリピンなんかこれみっともない入りがあるにもかかわらず超輸入国になっちゃってまして、インドネシアはまあ比較的検討してるけど輸入国、これネットにするとどうなるかって、ね、約1000万トン輸出してるんですよ、東南アジアで、ね、で南アジア行く、これバングラデシュなんか今でも頑張ってます。だいぶ自給率高くなったけどでも輸入してますね。ネパール輸入してる。スリランカも頑張ってはいるけどダメ、やっぱり輸入してる。ところがパキスタンとインド、インドどのくらい輸入してるか皆さん、輸出してるかご存知ですか？1000万って一国で輸出してるんですよ。これ2018年のこれ5カ年平均で、これすごいですよ。でこれ東南アジアも南アジアも1970年だほぼゼロだったんです、輸出は。国内の生産と消費がほとんど均衡してたんで外に出せなかったんで、それがドドンと2000万トンですか、今は2000万トン出ていってるんですね。これがいつから増え出したかっていうと1980年70年代の後半からなんです、ね、ぐわーっと増えた。これ全部じゃないんですけれども半分約1000万トンアフリカに行ってます。でアフリカで米の消費が増え始めたのは、これは面白いことに1970年の後半からずっと西でも東でも消費が増えてくる、安い米が入り始めた時なんだ。それ以来需要が伸びてアフリカの輸入が増えて、アフリカでもちろん生産も増えた。現在アフリカでどのくらい米生産してるかって、だいたいモンビーチでモンビーチで4000万トン3700万トンぐらいかと思います。これミルドライスベースにするとだいたい3000万トン3000万トンのうち1000万トンアジアから来てる、つまり3本です。先ほど大塚先生が言われた。このね、この動きがすごいですよね。これがアジアの緑の革命の一つの大きな秘訣。全然外に出てなかった米がですよ。今、2000万トンも外に出てて、そのうちの1000万トンアフリカに来てる。こういう大きな動きをもたらしたのは、アジアの緑の革命だと。こういうことなんですね。でこれは非常に大きいことだなっていうことはまあ皆さんご存知なのかもしれないんだけど、このインドのでは僕は1000万トン輸出してるってびっくりしました。もうインドも先ほどの大塚先生の話ありましたけど、インドもね自給しちゃってるから食料、そうすると農業ダメになってくるんですよね。でやばいのかもしれないんだけど、今のところは非常に強い輸出力があってこういうことですね。で次に考えのことについてですね、考えシードファーティライザーテクノロジーっていうのはこれまずいよっていうのは大塚先生の話だけれども、その前に来るのが考えで、考えがなかったら僕は緑のアジアの緑の革命なかったと思うんですね。ものすごい重要なんです。ところがアジアの考え開発ものすごくうまくいったんだけども、全然まずいところもたくさんあった。金ジャブジャブ使いすぎたんですね。もういくらでもロックフェラーだ石油だどこだって金くれるもんだから、どんどん金つぎ込んで無駄はね使う、同じ効果を半分とは言わないけどかなり低額でできたはずなんです。で1990年代になるともうスパッともうなくなっちゃいます、考え投資ってないじゃない。でアフリカで最近始め緑革命してたかって考え投資必要ですよね、始まってきたけども、アジアで
後半20世紀の後半に犯した考えの投資において犯した失敗は犯さないでもらいたいというのが僕なんかの例えばもう老人なんですけども、21世紀のアフリカの緑の革命に対するなんか希望なんですね。でここに図8として SSA サブサハラアフリカで考え全然増えてないって出てますよね。いいですか。アジア増えたんですよね。これこの図で見ると確かに増えたの。この増えたことはものすごく大きい効果を持ったのは確かなんです。経済性が引き合わない部分はあったんですけれどもね。でサブサハラアフリカの稲作の端子を見ると先ほど大塚先生の話だった 2.5 トンなんて言ってるとこがあるんですよ。これ何を意味してるのか。考え全然増えてない。それなりに端子上がってる。つまりこれは先ほど大塚先生 のお話の中あったけども、アフリカっていうのはサブサハラアフリカっていうのは非常に稲作に適した土地がたくさんあるんですね。低湿地が農家が自前でどでかい金でドーンとこうダムなんか作んないで、コンクリで固めてダム作んなくても水引けたらここで3トン4トン取れるんですね。でそういうところがあるから単種が増えてきてる。考え必要だ。アフリカの緑の革命を成功させるって絶対必要です。ただし場所によってはアジア的な 20世紀アジア的な大型のねダムマークも必要かもしれない。でもこれは本当に経済性ビッとこう再三考えて作ってもらう。それ以外に例えば天水田からものすごい高級なね灌漑施設までものすごい幅があるわけですよね。小規模中規模あるいは農家の集団なんかがこうとしてやってる、そういうやつをなんていうんですかね、うまく利用できるようなそういうことを考えながら考え開発やって緑の革命を進めるじゃないかというのが僕の一つの考え方です。すいません長くなりました。はい、ありがとうございます。アジアの緑の革命の、衝撃的なその、なんていうんでしょうね、結果というか、続いている結果についても話ありましたけども、後半では考えに関してですね、アジアのと、アフリカの土地利用というのを考えたときに、その考えにもいろいろなやり方があるのではないか、ハウの部分っていうのはやはりこう、いろいろ考えなければいけないんだというお話でしたけども、これに関して、大塚先生から簡単にコメントをいただけますでしょうか。こういうふうに理解していいのかどうか分かりませんけど、こう湿地帯で水筒を作っていると、そこでもう少しこう水管理をうまくできないか、一つの表現は小規模灌漑なんでしょうけど、どういう小規模灌漑なんだということもあるわけですが、そこら辺は実は我々も研究してませんし誰もしていないので、できることであれば今後研究したい分野ですね、最も研究したい分野だと感じました。はい、ありがとうございます。ではですね、時間ももう、予定の時間を過ぎているということもありまして、質疑応答にこのまま移りたいというふうに思います。でですね、質疑 Q&A ということで、皆さんもいろいろコメントをいただいているんですけども、出版の方でですね、デイビッド・ダワさんからですね、ご質問が来ていてですね、はい、でアフリカでのその改良技術の採用に関して、その賃金水準とかですね、その他のその社会経済的な制約っていうのも影響しているのかという、そういうご質問が来ておりますが、大塚先生いかがでしょうか。大変嬉しく思います。昔からの知り合いで大変優秀な経済学者でもある、彼名前があったんですけど、本当に来てくれてるのかなと。いいポイントだと思うんですけど、賃金がですね、アフリカよく分かんないんですよ。よく、農家の、水道から取れるこう利潤を計算するときに、家族労働を評価したり、家族労働は支払いがないですから、それを普通は雇用労働の賃金でこう帰属計算するんですね。インピテーションというのをするんですね。そうすると
しばしばアフリカはですね、リジョンがマイナスになっちゃうんですよ。だからどっかはインピテーションが合ってないんですね。アジアで今度やるとすごいあのリジョンが残っちゃってですね、だからちょっと賃金そうね、高い中で言えば高いのですかね。でもそれにもかかわらず研修をして、あの、まあ、JICA の関係のが研修をして、あの RCT の比較試験をしますと、やっぱものすごく効果があるので、持ち金の問題あるかもしれないけど、そのものは吹き飛ばしてしまうぐらい、あの私は栽培技術というのは大事だというふうに思っています。はい、ありがとうございます。ではですね、あの他の質問にも、お答えできればと思います。ですね、そうですね、あの、アフリカでの土地利用に関して、そのだんだん一人当たりの耕作面積が減ってきているというあのお話ありましたけども、質問としてですね、あの人口増に比例して、減少する耕作に適した土地の面積が減少していると現状がありますけども、その他の作物との住み分けがうまくできるのでしょうかという、そういうあのご質問が来ています。で、実はこの質問に多分あのつながるところなんですけども、あの他の方からですね、ザンビアなどでもあの低湿地 の活用による陸稲栽培って行われていると思うのですけども、アフリカのその低湿地利用は今後の気候変動のコンテクストの中でこう考えられるのでしょうかという、そういうあのご質問が来ております。では大塚先生。はい、ほんの30年ぐらい前までアフリカの人というのは人口が増えると丘の方を登ってって木を切ってでトウモロコシを植えたと。でしかしもう土地がなくなっちゃったんですね。で振り返ってみると湿地があってそこは使えないと思ったんだと思うんですよ。で水筒が使えるのかっていうんで今急に水筒の面積が増えてる。ですから他の作物とは競合しないですね。湿地でやる限りにおいては競合しない。それから地球環境変化、クライメートチェンジで どんなふうに変化するのか、まあ、一つは気温が確かに上がるんでしょうけど、あと干ばつも増える、アフリカで洪水も増えるんですかね、まあ、干ばつが増える、まあ、その時にはやっぱり湿地帯でやってるというのはアドバンテージですよね。だからこれは競合もしないし、地球環境との絡みでも湿地帯で水筒を作るというのは非常に大事なことだと思います。はい、ありがとうございます。この点坪井アドバイザーも まさに天水低湿地のこう利用というのもずっとされてきたわけですけども、何かもし一言ぐらいあればですね、お願いできますでしょうか。そうですね、まあ、農家は今までその作物栽培っていうかね、畑作物を作ってなかった、使ってないその、まあ、湿地で食料生産できるというか米ができるんでね、まあみんな結構一昨年だったかな、そのザンビアで干ばつがあってトウモロコシダメだったんだけど低湿地に植えたネリカは結構収穫できて、それでまあ農家がその低湿地をまあその活用をねまた再認識したっていうようなことありましたよね。はい、ありがとうございます。ではですね、すみません、次のもうこれ最後ですかねの質問に行きたいと思います。一つはですね、ですね、技術のところから少し離れるんですけども、まあ、流通の部分ですかね、食料生産その SDGs の飢餓ということを考えたときには、そのプロダクションだけじゃなくてディストリビューションの問題もあるのではないかというところで、そこでもの整備もする必要があるのではないかということで、栽培だけではなくてその最も脆弱な人の手にそれが届くようにすることも含めたその、まあ、生産方法というかその体制の整備というところについてどのようにお考えでしょうかというところで質問が来ておりますが、いかがでしょうか。私経済学者、経済学者っていうのはやっぱりマーケットを信じてますね。アフリカはやっぱりストラクチャルアジャストメント、構造調整ですか、 あれでその、政府の介入をすごく減らしたんですね。でそれで生産も下がったし流通もうまくいかなくなって、
で、ストラクチャーアジャスメントっていうのはもう本当に評判が悪い。短期的にはそうなんだけども、私、この5年、10年、効果が、性の効果が出てると思いますね。マーケットが非常に活発。米にしても、おばさんがたくさん袋を持ってですね、ものすごい数動いてますよね。それからミルクなんかも本当に広域にミルクが動いてましてね、すごいなと思いますね。ですからストラクチャーアジャスメントの成果が出てきて、ようやく良くなってきた。ですから今、ディストリビューション、特別に貧困な方、生活保護みたいなことを考える、それはすべきことかもしれませんけど、一般大衆のことを考えたら、生産が増えればちゃんと米の値段安くなって、なおかつ都市に行きます。私は 100% 信じてますね。それは、はい、菊池先生お願いします。僕米の流通をウガンダと、それからアジアでだいぶ前ですけども、フィリピンでやって、ウガンダでやった、米の仲買人の調査、それからフィリピンの仲買人と全く区別がつかない。本当に同じ機能を果たして、同じようなところで苦労して、同じように努力してるんですね。今、大塚先生が言われたように、本当にそういう意味じゃマーケット機能してる。で、その当時のフィリピンになくて、今のウガンダにあったものは何か、携帯なんですよ。これがものすごい情報の手段になってますから、価格が上がればさ、もうすぐに伝わっちゃうんですね。僕がアジアにいた頃、つまり1980年前後ですけども、あの当時インドネシアでジャカルタで米価が発表されると、スマトラ島でもう数時間後にはもういくらになったって分かったって、あの頃電話も通じない頃だったですけどね。そのぐらい価格の情報っていうのは大事です。すぐに伝わるんですけど、それが本当の貧困な農家、あるいはその貧困な仲買にも伝わる、使う、なんていうかな、分かるようになってるっていう、そういう仕掛けがあるってこと自体がですね、マーケットが本当に重要な要因になってるんじゃないかなと思いました。ありがとうございます。そうですね、今の話も非常に面白いところでですね、深めていきたいところではありますが、ちょっとお時間がですね、もう来てしまっておりまして、実は質問の中でもデジタル技術の活用っていうのがどういう影響があるのかっていう、そういう質問もあったんですけども、すいません、ちょっとですね、時間の関係もありますので、こちらで Q&A セッションも終了させていただきたいと思います。では、司会よろしくお願いします。ここでお時間になりましたので、JICA 大型研究所ナレッジフォーラムを閉会とさせていただきます。最後に JICA 経済開発部次長、天目石慎二郎からご挨拶申し上げます。はい、JICA 経済開発部の天目石と申します。私、アフリカの農業を担当しております。今日は皆さんご参加いただきましてありがとうございました。大塚先生、あと、坪井専門家、菊池先生、本当にどうもありがとうございました。貴重なお話をいただきました。で、我々もうずっとカード米の取り組みを進めております。で、それで話がありましたけれども、フェーズ1、米を倍増するというものに関しては、予定通り倍増を達成しております。で、実はその2008年にこれ立ち上げたんですけれども、当時は私タンザニアにおりました。で、その時はまだだいたい90万トンぐらいでしょうかだったんですけれども、今ではタンザニアは200万トンを大きく超えるぐらいまで、米が増えているということです。で、我々 JICA が何をやっていたかというと、1970年代から米 の支援を行っておりました。本格化したのは2008年カードからなんですけれども、ずっとやっておりまして、で、それで、タンザニア国内で
ある拠点の研修機関だけではなくて、その地域の研修機関のトレーニングを行っていました。で、そこの機関が能力を取得し、で、そこから先ほど出ていた中核農家、キーファーマーズに、技術を移転し、でそこからインターメディアリー、間に入るような農家さんへのというようなことを行ってきたということです。で、他にJICAは現地で灌漑の支援も行ってまいりました。で、我々の支援だけではなくて、カードに関してはいろんな機関が取り組んでおりますので、その総体として大きな米生産の増大につながったんだと思いますけれども、このような技術の普及というのが大きく貢献しているだろうというふうに感じています。で、我々は単純には一つの事例に過ぎなくて、実は現在もだいたい20件ぐらいアフリカで稲作のプロジェクトを行っています。米に関しては需要が伸びているというようなこともお話がありました。まだまだ緑革命までには道半ばだと思っています。で、我々がこれからしようと思っているのは、今日も話題になった技術の移転、これを地道にこれからもプライオリティを置いて取り組んでまいります。あとは消費者に届けてあげるような流通のところも支援してまいりますし、で、これから重要になってくるのは、その点を面にしていくことだと考えています。これはもう我々大家だけではなくて、いろんな機関の皆さんで、今日はアカデミーの世界の学者の先生方もいらっしゃいますし、あとは政府の方、アフリカ各国の政府の方もいらっしゃるし、実務家の方もいらっしゃる。で、こういった方々と本当に一緒になって、この米の開発、要するに緑の革命を起こすためにうねりを作っていきたいというふうに思っています。今日この会合に出席された方というのは本当に興味を持っていただいているんだと思います。何らかの形で我々と一緒に汗をかいてアフリカでの緑革命、これを本当流れにしていきたいというふうに思っています。一緒にご協力いただければと思います。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。浜面支持長、ありがとうございました。これをもちまして、JICA 尾形研究所第11回ナレッジフォーラムを閉会とさせていただきます。ご登壇いただきました大塚先生、菊池先生、坪井さん、そしてご参加いただきました皆様、本日は誠にありがとうございました。最後に大きな拍手をお送りさせていただきます。ありがとうございました。